こんにちは、駄菓子屋ゲーマー博物館の岸です。今回はね、お客さんでガチャガチャやるっていう人がいるんでね、その様子を撮ってもいいっていうんで、店側目線からのね、動画ってことで紹介したいと思います。それではね、やってみましょう。じゃあ今回はどのガチャガチャ挑戦しますか？闇くじガチャやると思いますね。はい、闇くじガチャガチャですね、はい、何か出るのか分かんない闇くじガチャガチャ、はい、じゃあ早速やってみましょうか。じゃあ、いいですか？はい、じゃあ続きます。この闇くじガチャガチャ1回200円なんですよね。結構やるんですか、ガチャガチャ？結構やりますね。もう昔はもうかなりやりましたね、本当に。そうですか。2連ガチャですね。はい、じゃあ3個目いきます。さらにもう1回。はい、くじ運はいい方ですか？いやいいと言えないですね、あまり。じゃあ、1つ目いきます。ごめんなさい、時々2人引っかかっちゃうんでね。引っかかりますからね、はい。じゃあ、行きます。はい、お、5連ガチャですか？はい、じゃあ5個いきました。5個ですね。じゃあ中で開けてみましょうか。この闇くじガチャガチャね、カツの中にね、くじが入ってるけど、何枚かがね、バラバラなんで、じゃあ、開けていきましょうか。じゃあ、1個目から、はい、いただきます。ですね、はい、何枚入ってました？2枚ですね。はい、じゃあ、2枚、1枚いきます。はずですね。はずですね。じゃあ、2枚目いきます。はずですね。はい。このハズレ券もね、10枚集めるとね、残念賞がもらえますんで。そうですか、わかりました。はい、じゃあ、2個目。じゃあ、読みますね。はい。2枚ですね、また。2枚です。はい。じゃあ、いきます。これね、最高10枚入ってるのもあるんでね。ああ、ハズレですね。はい。じゃあ、いきます。じゃあ、4枚目、いきます。おトミカのドレンデル、おぉですね。おぉ、結構な当たりですか。これ当たりですね。素晴らしいですね。はい。基準じゃないですか。ああ、今日いいですね。結構。2枚。じゃあ3個目いきます。はい、あ、3枚入ってますね、これ。あ、3枚、じゃあちょっとラッキーですね。ラッキーですね。はい、じゃあちょっと1枚いきます。じゃあ、合計5枚いきます。はずですね。はずですね。はい、じゃあ、はい、じゃあ6枚いきます。6枚目。あ、はずですね。はい、当たりは、ね、何かしら書いてある字が大きいんでね、分かりますか。あ、またはずですね。はい、これで1,2,3,4,5,6,7 枚ですね。はずれたんで、まあ一応1枚当たってますからね、今ね。そうですね。はい、じゃあこれ、じゃあ4つ目のカプセルいきます。はい、これは2枚ですね。2枚ですか。はい、じゃあ、いきます。9枚目、はずですね。はい、じゃあ10枚いきます。お、また当たりますね。おお、新幹線ゲームペーパークラフトですね。おお、今日本当にいいですね。くじ運が相当、2個当たってますね。素晴らしいですね。はい、じゃあ最後、5枚いきます。5枚は2個ですね。2枚ですね。はい、はい、じゃあいきます。あ、はずですね。はい、じゃあラストいきます。はい、あ、はずでしたね。はい、あれ、外れ券何枚になりました？1,2,3,4,5,6,7,8、あ、9枚でしたね。あとじゃあもう1枚あったら、ね、あ、それを取って次回ね、はい、外れ券もう1枚あると残念賞もらえますんで。わかりました。はい、あと、まずじゃあこれが、はい、新幹線ゲームペーパークラフトが、はい、こちらですね。こちらのペーパークラフトが、こちらの、ルビー、天然ルビーの方が、これですね。あ、これ素晴らしいですね。ここに天然ルビーが入っています。赤いやつね。0.03 カラット天然ルビー。はい、じゃあこの2つですね。はい、おめでとうございます。どうもありがとうございます。はい、じゃあ今回はね、はい、2つ1000円、5回やって2つ当たったということで、はい、闇くじガチャでした。はい、皆さんも闇くじガチャやってやってみてはいかがでしょうか。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。なら。